原田多元は、コンテクストデザイナー、戦略プロデューサー。多摩大学大学院、経営情報学研究科客員教授、名牛山学園理事長補佐、ハリウッド大学院大学特任教授、文化学園大学特任教授、名牛山総合研究所副所長、明治大学ビジネスイノベーション研究所客員、研究員。薬事顧問、日本農立協会総合研究所、 観光マーケティング研究所客員研究員、日本ペンクラブ会員など、神奈川県出身。1971年に、早稲田大学政治経済学部卒業後、西部百貨店に入社。1980年に、米国シアーズローバック研修執行。1990年に、西部百貨店取締役として企画室長、情報システム部長、商品管理部長、 関東地区担当、国際業務担当、業格推進担当を歴任。香川大学経済学部経営システム学科、大学院経済学研究科教授、岡山商科大学小学部、大学院小学研究科客員教授、2003年より、多摩大学、経営情報学部、大学院経営情報学研究科、ルネッサンスセンター教授を経て、2010年より現職。 専門は、戦略研究、文化評論。デジタル流通戦略、戦略的パーソナルマーケティング、ソシオビジネス革命、21世紀の経営戦略、上都関係の経営学、コーディネートパワー、コラボレーション経営、ロジスティクス経営。ありがとうございます。